今出ますよ。フィフィー。やあライザ、フィーの調子はどう？フィーが好きそうなものをいろいろ買ってきたんだけど。本当に3人ともありがとう。お礼なんていいですよ。私たちもフィーのために何かしてあげたいと思ったんです。そうそう、フィーちゃんのことを心配してるのはライザだけじゃないんだから。パティ、クラウディア。はい、ライザ、受け取って。ありがとう、大事にするね。フィーもお礼してあげて。みんなフィーのこと心配して来てくれたんだよ。いいのよ、フィーが元気ならそれが一番なんだから。本当ならもっと力になれることがあればいいんですが。その気持ちだけで十分だよパティ。それにみんながいてくれたらなんとかなる気がするんだ。うん、頑張ろうねライザ。私もいつでも手伝うから。頑張りすぎて倒れたりしないようにね。ライザが倒れたらフィーも悲しむんだからさ。この辺の草、適当に持ってってみるか。よーいしょ。こういう材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だ。そりゃーなんだ、余裕余裕。当てる。そこ正解、連続よ。そこ当てる。私もまだまだ戦えるみたい。そりゃこういう力仕事なら俺の出番だな。よーいしょ。よーいしょ。綺麗な花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。ティアー、えい、蜂の巣だけでいいのか。蜂の子も蜂も食えるんだが。えい、そこ。よーい、木材みたいな重い素材はもう少し効率的に集める方法が欲しいね。
か、こっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。よーいしょ。よーいしょ。よーいしょ。こいつ多分強い。当てる。そこ。正解。連続よ。そこそこ。当てる。伸びろ。そこ。正解。連続よ。そこ。当てる。連射。任せてください。伸びろ。いや風よ吹いて。当てる。そこ。いやそこ。そこ届いて。まだまだ。まだまだ。伸びろ。あっち行け行け受けて当てる。もやし固めるよ。援護して。そこそこまだまだ。正解。連続よ。どうだ。そこそこ伸びろ。まだまだ。え行け。やあ飛んでけ。任せてください。当てる。そこそこまだまだ。ほどりちゃんさん届いて。まだまだ当てる。あっち行け。そこ。もやし近く。当然の結果よ。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようで。実戦で得た経験無駄にはしないわ。木の実ってうまいんだよな。栄養も山ほど詰まってるしな。昔と違って僕も鍛えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。よーいしょ。ワクワクするね。油断は禁物だよ。当てる。正解。連続よ。そこそこ。当てる。そこ正解。連続よ。ライザそこ行くよ。連射。任せてください。伸びろ。そこ妖精さんお願い。そこ当てる。伸びろ。まだ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 。あっち剣受けて。カトリッツ当てる。足つく援護するよ。そこ楽勝楽勝。さあ早く進もう。こっちも行き止まりか。かなり古い遺跡みたいだからね。
他の遺跡は地下にあったけど、ここは雨風にさらされてるだろう。もしかしたら遺跡の大半はとっくに崩れてなくなってるのかも。いや、ここまでそう歩いたわけじゃない。これまでと同じ遺跡の規模ならまだ先があるはずだ。皆さん、こっちに来てください。もしかしてあそこから先に進めるんじゃないですか？あれって洞窟？他に道もないし、行ってみよう。え、ここを飛び降りるの？なんだタオ、魔物は平気になったのに怖いのか？大丈夫だよ、僕だって昔のままじゃないんだ。タオの覚悟も決まったみたいね。じゃあ行くよ。これはお宝じゃないのか。渡すのが惜しいな。そりゃー敵よ、当てる。そこ正解、連続よ。そこ投げる。そこ前だ、軽くよ。連続よ。そこ当てる。連続させてください。そこカトリーキー、お願い。当てる。そこ、いや、そこ、そこ届いて。まだ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 伸びる。熱き剣剣受けて当てる。燃やし尽くす。そこ、この剣が変化するよ。伸びる。当てる。連続よ。どうだ。そこ、まだまだ。マイカ、行くよ。無大の一撃。当てる。任せてください。楽勝楽勝。さあ早く進もう。うちの紹介で扱いたいけど、そんなにたくさん取れないし無理かな。ゴーこれ、ライザが欲しがってた草だったかも。ザクザクたくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。よーいしょ。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。よーいしょ。よー、なんだ、余裕余裕。当てる。正解、連続よ。そこ当てる。そこ正解、ウェイちゃん、行くよ。任せてください。伸びろ。風よ吹いて。
当てる。そこやっ、そこ届いて。小鳥くんさん合わせて。まだまだ伸びろ。熱き剣受け付け当てる。貫く。生き飛びなさい。この組み合わせならいけるはず。これで終わりよ。援護するよ。そこ当てる。正解。ライザー連続だよ。まだまだだ。そこ生き飛びなさい。問題なしよ。力が湧いてくる。この素材のせいよね。強そうだけど、そこ負けないよ。伸びろ。正解。連続よ。そこ当てる。そこ正解。伸びろ。連続よ。ライザー行くよ。遊べよ。任せて。任せて。任せてください。そこ当てる。大丈夫。そこやっ、そこ当てる。届いて。あっち剣伸びる。燃やし尽くす。当てる。援護するよ。そこまだまだ連続よ。伸びる。そこ行け。当てる。そこまだまだ。何を使おうか。一気に行くよ。任せてください。当てる。そこやっ、そこ伸びろ。まだまだ当てる。受けて。そこ燃やし尽くせ。無理。まだ小鳥中さん合わせて。そこ当てる。行くわ。貫く。私たちの勝ちだね。ちょっとは成長できたかな。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実戦で得た経験無駄にはしないわ。ティアー！すごい生命力。このままでもすごいのに、錬金術に使ったらどうなるのかしら。余裕余裕。当てる。そこ。そこ正解。伸びよ。そこ当てく。任せてください。小鳥中さん合わせて。伸びる。届いて。熱き剣そこ受け。小鳥中
やし全部するよ。当てる。無理しない。風よ吹いて。そこ正解。連続よ。当てる。どうだ。伸びろ。こうそこ連射。まだまだ。ライザ行くよ。ひどい刺激。そこ当てる。任せてください。あ、逃がさない。生き取りなさい。届いて。そこまだまだ。安定剣受けてみなさい。当然の結果よ。いっけ。なんか指が痒くなってきたような。直接触っちゃまずかったかな。よーい。ちょっと持ちすぎかも。火薬を使った武器、あの時もしそれがあったら。なんだ、余裕余裕。当てる。そこそこ。何を使おうか。一気に行くよ。そこ当てる。そこ任せてください。そこ当てる。届いて。そこ圧剣受けて。小鳥ちゃん合わせて。当然の結果よ。明らかに周りの木と違うな。この森が何かしてやがるのか。いや、どうだろう。森が何かしてるならあの木だけなのはおかしい気がするけど。ここで考えても仕方ないでしょ。もっと近くで見てみようよ。来るわ。なんだこいつら、襲ってきやがった。全く気配を感じませんでした。みんな気をつけて、こいつら強そうだよ。なんだ、余裕余裕。そこ正解。連続よ。当てる。そこ。さあ、始めるよ。そこ正解。連続よ。当てる。そこ投げさせてください。そこそこ当てる。青手で届いて。当てる。あっ剣受けて。そこ燃やし尽くす。風よ吹いて。無理しない。当てる。何か使えるものはないの。決めさせてもら
当てる。正解。連続よ。伸びろだ。まだまだ。行け。連射。不代通り当てる。任せてください。そこ。行く。そこ伸びる。やっ。ハトリくん動いて。合わせて。当てる。まだまだ。あっつけ。自分がまだ。当てる。貫く。援護するよ。当てる。ライザ、そこ。自分がまだ。ライザ、行くよ。まだ。そこ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。この木、かなりの樹齢みたいね。数百、いえ、千年以上は生きてる。わあ、すっごいお年寄りなんですね。千年以上も前ってことは、この木は遺跡が作られた時代からあったかもしれないってことか。そういうことになるわね。ってことは、この木にはこの森の秘密を解くヒントがあるかもね。これに触れれば分かったりするかな。フィーちゃんもそう思ってるみたい。お願い、この森のことを教えて。フィーを助けるために。あれは神木？当時の人にとっても特別なものだったんだ。そっか、この木が森の霧を晴らすのに必要なんだね。あれ？もっと落ちていく。いつもより深く深く。違う気がするけど、でもどうしてフィルフサが？だってあれは、ライザ、起きて、ライザ。おい、起きろ。クラウディアに
みんなも。ライザ、よかった、本当によかった。フィー、みんなどうしたの？どうしたのじゃねえよバカ、突然倒れるからびっくりしただろう。そっか、私気を失ってたんだ。それだけじゃないです。苦しそうにうなされてて、みんな心配したんですよ。ごめんね。もう大丈夫、私はちゃんと元気だよ。ったく、ライザには驚かされてばかりだぜ。で、何か分かったのか？うん、そのことなんだけど。そんな、フィルフサがこっちの世界に来たのはクリント王国の時代が初めてじゃなかったのか。フィルフサはもともといたの、昔からずっとね。何かきっかけさえあれば不思議なことではないわ。フィルフサ、異界に住む恐ろしい魔物だよ。異界を破壊してクリント王国を滅ぼしたの。異界に続いてフィルフサですか。どんどんわからない要素が増えてきました。わからないといえば、フィーの一族というのも気になるところですね。この子はどう見ても戦える種族には見えないのに。ああそうだな、こんな小さいのがフィルフサとやり合えるわけね。でもこれで遺跡とフィーちゃんに何か関係があるってことは間違いないね。そうだな。ってことは遺跡を調べていけばフィーの一族がどうやってこの世界で生きてたかがわかる。そしてそれが分かればフィーを助けられるってことだね。そうと決まれば先に進むぞ。まずはこの霧をどうにかしないとな。あ、ちょっと待って。この枝が必要なのは分かったけど、まだ少し手がかりが足りないかな。もう少し森を見て回った方がいいかも。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。こんにちは、ライザ。あ、いらっしゃい、クラウディア。こんにちは、フィーちゃん。今日は少し元気そうだね。お見舞いに来てくれたの？うん、近くまで来たからちょっと気になってね。フィーったら嬉しそう。そうだね。でもやっぱり前ほどの元気はないみたい。早く元気になってね、フィーちゃん。やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。そりゃー
木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。取れた。取れ。こっちの木は島で取れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。よーいしょ。力仕事なら任せな。まだまだ持てるぜ。なるんじゃないかしら。糸の扱いなら慣れています。裁縫は貴族のたしなみです。これこれ。毒キノコかそうでないかは少しかじって様子を見るのが一番だぜ。よいしょ。取れ。油断は禁物だよ。当てる。そこ。正解。連続よ。そこ。伸びる。当てる。そこ。正解。連続よ。行くよ。連射してください。伸びる。当てる。吹いて。援護して。当てる。そこ。そこ。届いて。まだまだ。まだまだ。伸びろ。熱き剣。受けてみなさい。当てる。飛びなさい。そこ。当てる。そこ。伸びろ。そこ。届いて。まだまだ。風を感じて。クラウディアさん、援護。風をまとって。抜き上げる。そこ。伸びろ。届いて。食い注げ。まだまだ。それならどう。援護するよ。そこ。そこ。大丈夫ですか。ライザさん、お願いします。連続よ。どうだ。届いて。問題なしよ。もっともっと強くなるぞ。私もまだまだ成長途中のようね。実践で得た経験無駄にはしないわ。とりゃなんだよこの岩、びくともしねえ。この岩の奥に道があるみたいなんだがな。多分この霧のせい。何か分かったんですか。確かなことは何も。でもこの霧からはかすかに魔力を感じる。何かに作用しているように思う。岩がびくともしないのもこの霧のせいって言うんですか。こっちの森は毒じゃなくて魔力か。吸って問題はないのか。多分ダメならとっくに倒れてるだろうから。ですがもしそれが本当ならまずはこの霧をなんとかしないといけませんね。
べられないキノコ。取れた。私の苦手な味だし。石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるだろうに。えい。はい、どうぞ。糸の扱いには慣れてるの。何かを燃やすための炉なのは間違いないだろうけど、中を見ても変わったものはないみたい。周りも調べてみたけど、仕掛けらしいものは見当たらないね。遺跡と何か関係があると思うんだけど。とりあえずもう少し先に進んでみようよ。もしかしたら他に手がかりがあるかも。油断は禁物だよ。そこ当てる。伸びろ。そこ正解。連続よ。そこ当てる。そこ正解。連続よ。お願いします。任せてください。頼みます。当てる。妖精さん、お願い。援護するよ。アトリエ、ナイトを合わせて届いて。アッツケ受け付け。せーの、貫く。固まってるならやっちゃうよ。アトリエ、ナイトを合わせて当てる。正解。セリさん、頼みお願いします。まだまだ伸びろ。受け正解。当てる。連続よ。問題なしよ。花より錬金術ってか。ま、ライザらしくていいけどな。推理の準備っと。ふう、達成かな。ついてきちゃった。取れた。ねえ、どこに行くのさ。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。
砂って普通の砂でいいのかしら。これ俺が常備してる非常食の木の実と同じじゃねえか。持てるだけ持ってってみようかしら。それ。よーいしょ。何が出るかな。遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。ちょっと持ちすぎかも。どこか行きてえのか？よし、行くぞ！ライザー、いる？タオ？ドアなら開いてるよ。お邪魔するよ。フィーはいるかな？やあフィー、今日はお見舞いを持ってきたよ。これさ。そういう古くて難しそうな学問の本はフィーには理解できないんじゃないかな。これは鳥の本だよ。前に鳥の絵を見てフィーが喜んでたろ。そのことを思い出してね。今見せてあげるね。ほら見てごらん、この前の本よりたくさんの鳥の絵が描いてあるだろう。こっちの鳥はフィーの半分くらいしかないけど、こっちのはフィーの10倍くらい大きいんだよ。だよね。同じ鳥でも種類によってこんなに違うんだよ。どうかな、フィーはいろんな鳥と友達になってみたい？え、そう言うと思ったよ。この本に載っている鳥はこの辺りにはいない。ずっと遠い場所にしかいないのも載ってるんだ。だからそんな子たちとも仲良くなりたいなら、一日も早く元気にならないとダメだよ。足元に苔が生えてる。気をつけないと転んじゃうかも。あった、これこれ。
をつけなくちゃ。この水じゃないとダメなのか。ザクザクっと。いいけどな。新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。これこれ。もっと集めなくちゃ。これだけじゃ何もわからないし。これこれ。よー、油断は禁物だよ。当てる。そこ。正解。連続よ。そこ。当てる。そこ。風を感じて。連続よ。風をまとって。クラウディア、行くよ。引き上げる。任せてください。正解。連続よ。カトリス、援護するよ。無理しないで。そこ。連続よ。そこだ。伸びろ。まだまだ。熱き剣受けて。連続よ。打ち尽くせ。その剣が援護を除けて。伸びろ。当てる。連続よ。そこ。クラウディア、行くよ。待てよ。風を感じて。正解。連続よ。引き上げる。行け。私が守るよ。任せてください。連続よ。どうだ。パピー、援護を。そこ。やっはっ。正解。連続よ。何か使えるものはないの。決めさせてもらうわ。ライザさん、お願いします。正解。連続よ。どうだ。そこ。援護を求めて。私たちの勝ちだね。手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。
あとどれくらいあるんだろう。とりゃわかりそうなんだけどな。じゃないか。この手がかりからどんなことがわかるかな。もっと情報を手に入れないと。
取れた？食べる習慣もあるらしいわ。私は食べないけれど。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。これだけじゃわからないな。これこれ。毒ってのは罠で何度か食らったことあるからトラウマなんだよな。
そっとりゃ。よーいしょ。燃えろー。ちょっと持ちすぎかも。袋を適当に振ってるだけで取れるんだから、機体ってのはありがてえ素材だな。どこか行きてえのか。よし行くぞ。はい、いますよ。こんにちは。お邪魔して平気？もちろんですよ。ありがとう。近くまで来たからちょっと寄ってみただけなんだけど。お見舞いに来てくれたの？ええ、やっぱり前よりは元気がないみたいね。けど今はまだ寝てる時間が長いくらいかな。な、何？あなたもだいぶ参ってるみたいね。あ、そうかな。気持ちは分からなくはないわ。けれどこんな時だからこそあなたがしっかりしなければならないの。あまり根詰めすぎないようにした方がいいわ。あなたが潰れたらおしまいよ。ありがとう、セリさん。そうならないように気をつけるよ。早く元気になってね。